どうしたらいい？みんなはどうしてるかな？うん。まあ我慢しかないでしょ、今は。みんな。家に着いてカメラをつけました。すごい今辛いから、ゆかが、うん、コロナでね、こう行ったり来たりできないから、でそれを話したかった。リアルトークなの、久々の。そうそう、まあちょっと日本と韓国行ったり来たりできなくなって長いから、だから多分私みたいな人とか私よりもっと辛い人たくさんいるだろうなと思って、一緒にこう力になれたらなと思って、規制が緩くなる緩くなるっていう話がなんか聞こえてきて、でも実際にこう調べるとまだまだだなって、すごいなんか現実的に感じちゃうよね。なんかそれがすごいなんか悲しかった、私的には。なんかちょっとこう希望を持ってたっていうか、なんか今月から良くなるのかなとか、来月から気をつけてたけど行き来できるのかなとか、なんかそういう風に思ってたけど、なかなかやっぱ難しいんだなとか思うと結構辛いなと。こんなに なんていうの、行き来できないことにもどかしさを感じたこともなかったし、ちょっと未知の世界っていうか、こんなにこういう辛さを感じたことはなかったから、ときついなって思ってます。私本当に いろんなねことがあって、その早く行きたいなって、それだけだよね。早く行きたいし、来てほしい人たくさんいるし。しか良くなるって言うけどね、良くならないからね、それが腹立つなね。うん、まあ遠いよね。どうしたらいい？みんなはどうしてるかな。うん、まあ我慢しかないでしょ、今はみんな。うん、家族に会えなかったりとかさ、そういうのとか。まあ泣かないでよ、それで。一応ね、でも本当にちょっと長いねって思って、なんか良くなる日にちが決まってたりとかすれば、なんかそれを目標にやっぱ人って頑張れるし、待てると思うんだけど、なんかその終わりが見えないみたいな、いつまでっていうのが決まってないと、本当に何かあった時どうするのって思っちゃう。なんか健康な人たちだけじゃないしさ、そのコロナに限らずね。だからそういう意味でも会いたい人ってたくさんいると思うし、でも何かあってからじゃなきゃ会えないね。すごいちょっと悲しい世界になっちゃったなって思って、いつも Make you happy をテーマにね動画作ってるので、この辛さをどう乗り越えようかなってもがいてる最中です。もしね、コロナでこう遠距離恋愛で会えなくて辛い人とか、家族が病気なのに会いたくても会えない人とかたくさんいると思うんだよね。だからなんか少しでもそういう人たちの力にというか、私もそうだよっていうことをお伝えできたらなと思って、一応ちょっと話したかった。いつも話さないからさ。
こういうの。まあでも頑張るしかないからね。だからなんか忍耐力がめっちゃつく日々になるのかなって思って、はあ、ちょっと本当に頑張ります。皆さんも、まあ、辛いことがあったらね、こう何我慢しないで人に話すって大事だと思うから、話すようにしてください。はい、ありがとうございます。まあ無事私たちは髪を切ってすっきりしてね、気分転換してきたんですけど、これからもいろんな動画をお届けできるように頑張ります。こんな真剣な動画初めてだから分かんないけど、うん、みんな答えは分かると思うよ。いけないし我慢しかないとか、安全なワクチンが出るしかないとか、うちらも今、まあ、めちゃくちゃ頑張ったら、まあ、いけるかもしれないよ日本に、うん、まあ、ロアにいるしね、まあ、いろいろ理由があるからね、まあ、我慢と頑張るしかまだ、まあ、今のところはそれしかないと思います、うん、はい、ではそれを伝えた方やんな、ゆかは。はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画で、そうだね、次の動画はハッピーな動画をお届けするので、うん、期待しててください。はい、それではバイバーイ。